文部科学省高等教育局私学部私学行政課法人係の横山と申します。この動画は大臣所轄学校法人の寄付行為変更認可申請の担当者向けに収録しているものです。学校法人においては、令和7年4月1日より施行する改正私立学校法に対応した寄付行為変更を行う必要があります。その具体的な時期、方法等について本動画で解説いたします。 本動画では、画面に表示しております、改正私立学校法に基づく寄付行為変更認可申請、いわゆるその他寄付行為申請にかかるマニュアル、大臣所轄学校法人向けをベースに、提出する書類のうち、様式の記入例と寄付行為作成例対応表の資料を用いてご説明します。 画面共有をさせていただきますが、必要に応じてお手元にご用意ください。私立学校法改正により、すべての学校法人において、寄付行為変更にかかる手続きが必要となります。当課としては、可能な限り申請される皆様のご負担とならないよう、工夫させていただけなければならないと考え、改正私立学校法に基づく寄付行為変更認可申請においては、 一部、通常とは異なる運用、書き方を求めているところでございます。その内容が本マニュアルにあの記載がございますので、よくご覧をいただき、申請から認可までがスムーズに進められるよう、引き続きご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。申請にあたっての留意点についてご説明します。 はじめに画面でも共有しております、改正私立学校法に基づく寄付行為変更認可申請、その他の寄付行為変更認可申請に係るマニュアルをご覧ください。本マニュアルは、令和6年7月以降に行う改正私立学校法に対応した寄付行為変更認可申請に限ったご案内となります。繰り返しになりますが、従前より各学校法人の皆様にご覧をいただいております、 学校法人の寄付行為の認可及び寄付行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引きとは異なる説明をしている箇所が複数ございます。改正私立学校法に対応した寄付行為変更認可申請については本マニュアルに従って作成申請いただくようお願いいたします。本マニュアル1ページ目は申請にあたっての留意事項を記載しております。 非常に重要な内容になりますので、必ずご確認をお願いします。まず一つ目の丸でございます。大臣所轄学校法人の寄附行為変更認可申請は、大学等の設置、廃止、設置者変更、知事所轄の学校等の設置、廃止、収益事業の廃止、開始など、複数の区分に分けて現在申請をいただいております。 改正私立学校法に対応した寄付行為変更認可申請は、その他の寄付行為変更認可申請に区分されるところ、同じ時期に施行する寄付行為の変更でも、これまでと同様他の区分の寄付行為変更とは別に申請していただく必要がございます。その際、原則としていずれかの手続きが完了した後にもう一方の手続きをお願いしておりますが、 やむを得ず、複数の申請を同時に行うことになる場合は、各申請における現行の寄付行為については、申請時点の寄付行為をご提出ください。二つ目の丸でございます。同じ申請区分、その他の寄付行為変更のうち、登記事項の変更を要する寄付行為変更がございます。例えば、学校法人の目的や学校法人の名称の変更、 設置工等の順序の入れ替えなどでございます。この場合、別途その他の寄付行為変更認可申請の手続きをしていただく必要がございます。その際の、えー、登記事項の変更を要する寄付行為変更については、本マニュアルではなく、先ほど申し上げました従来通りの手引きに従って申請をいただくようお願いいたします。3つ目の丸でございます。 改正私立学校法に対応した寄付行為変更認可申請において、登記事項の変更を必要としないのであれば、改正私立学校法への対応を自由としない、その他の寄付行為変更をすることは可能でございます。その場合、提出書類のうち、寄付行為変更の条項及び自由を記載した書類において、改正私立学校法への対応を自由としない変更については、 その旨がわかるよう丁寧に記載をいただくようお願いいたします。詳しくは、後ほど、寄付行為変更の条項及び自由を記載した書類の書き方のところでご説明をいたします。四つ目の丸でございます。申請した後に、文部科学省とのやり取りを踏まえて、寄付行為変更の案を修正する場合、 理事会等の議決が再度必要かというご質問をよくいただきます。こちらについて結論を申し上げますと、必ずしも理事会の決議等を要することはいたしません。ただし、寄付行為変更に係る決議を行う際に、文部科学省からの修正依頼等に基づく軽微な変更等については、理事長に一任するということをあの決議合わせていただくことを推奨してございます。 学校法人等の規定に基づいて適切にご判断をいただけますと幸いでございます。5つ目の丸でございます。理事等の任期の短縮や延長による寄付行為の規則の変更を予定している学校法人に対してのご案内です。規則の変更は原則、改正私立学校法に対応した寄付行為変更の認可申請と合わせて行ってください。ただし、申請前に任期が到来するなどの やむを得ない事情がある場合は、不足のみの寄付変更を事前に余裕を持って申請してください。なお、ご承知のことと思いますが、不足のみの変更であっても認可事項であり、届け出事項ではないことにご留意ください。続いて2ページをご覧ください。1番の提出書類についてご説明します。提出いただく書類は、括弧1、括弧2の2つでございます。 カッコ1の申請書、カッ製本 PDF については、容量が大きくなっても一つの PDF として作成をお願いします。ファイル名については指定の通り、提出年月日、法人名を先頭に記載してください。提出年月日は、様式に記載の申請日ではなく、実際にアップロードする日としてください。 法人名は先頭に学校法人という表記は不要でございます。に提出時期について、についてご説明します。後ほどご説明をする寄付行為作成例対応表というものがございます。そちらにより、各学校法人の変更後寄付行為案により対応表と照らして、 1>, あの1から3番の判定が出ますので、まずは1から3のいずれに該当するかをご確認してください。その上で、別表1に対象法人というあの列がございます。丸1から丸3のいずれに該当するかを確認した上で、その該当する数字、 の列に丸のある申請受付期間の中で学校法人の都合の良い期間に提出をしてください申請から認可までについてはおおむね2ヶ月程度を要します同期間に申請される件数が多い場合や書類の不備 やりとり等に時間を要する場合は、認可まで2ヶ月以上の期間を要することがございますので、余裕を持って申請していただくようお願いいたします。なお、寄付行為作成例対応表における判定指標は、現在、丸一から丸三表示させていただいているとおり、31以上、15から30、15未満としておりますけれども、 1>, 1月から2月に大臣所轄のすべての学校法人に対して判定がどれに該当しているか現時点のアンケート調査を実施する予定でございます。その結果を見て再考する可能性というのがございます。学校法人にとって不利益となる変更というのはいたしませんが、変更を加える場合はあらかじめウェブサイトですとかメールにてお知らせをさせていただきます。 続いて3番の提出先、提出方法についてご説明します。記載の URL のリンクの申請書等の提出フォームより申請書等をアップロードいただくことになります。アップロードができない場合は、フォーム入力の上、s- 設置という文部科学省のメールアドレスへメール添付によりご提出をお願いします。 続いて4番申請書についてで具体的な申請書類、提出書類に関するご説明をします。申請書は別表2の通り、インデックスのカッコ1からカッコ7を一つの PDF にして、しおり機能を付して作成してください。投資ページを付す必要はございません。申請書のうち通常の運用とは異なる事項、 1つ目は、寄付行為変更の情報および自由を記載した書類に添付をいただく、新旧の比較対象表の添付というものが不要になります。代わりにもう1つ、あの変更後の寄付行為の全文をつけていただくこととしておりますので、その点ご留意をお願いいたします。 ここから各申請書類の様式ごとの書き方ですとか作成上の注意点についてご説明をします。括弧1の学校法人寄付行為変更認可申請書様式第1の2号につきましては従来のとおりでございます。括弧2寄付行為変更の条項及び自由を記載した書類。 従来のその他の寄付行為変更とは少し内容が異なってございます。3ページの下ほどにございます、作成例1、改正私立学校法に係る変更のみの場合というところをご覧ください。改正私立学校法への対応に伴う変更については、こちらの例のとおり、冒頭に1文ですね。 この法人は私立学校法の一部改正に伴い寄付行為を変更するという文はあればですね、詳細な変更条項ですとか変更自由の記載は不要としております。ただしでございますが、作成例2をご覧ください。改正私立学校法への対応を自由としない変更も合わせて行う学校法人の場合は、 ここちらの例に従って作成いただくこととなります。その際は1文目、この法人は私立学校法の一部改正に伴い寄付行為を変更すると記載の上、その他の変更に関しては次のとおりとするとしていただきまして、従来のとおり変更の条文ですとか、 自由に関して丁寧な記載をお願いすることとしております。なお、改正私立学校法への対応になるか否かのご判断については、学校法人において一定のご説明ができるかどうかでご判断いただくようお願いいたします。文部科学省へのご質問等はお控えいただければ幸いでございます。 続いて、カッコ3、当該学校法人の概要を記載した書類、様式第2の2号についてご説明します。従来のその他寄付行為変更の様式とは一部異なりますので、様式を見ながらご説明をさせていただきます。画面共有により、様式を表示しております。様式は横書きで作成し、 例えば、季節校の内容等については、申請時に寄付行為に記載されている設置す全てを記載いただくなど従来の書き方をお願いいたします。ご留意いただきたい項目は、役員の氏名等というところでございます。ここに記載いただく役員の内容につきましては、申請時点で就任している役員を記載していただくください。 年齢についても、新生児の年齢を記載してください。また、よく修正をご依頼させていただいている事項でございますけれども、最終学歴については、大学までではなく、大学の学部まで、大学院の場合は、研究科名まで記入をいただくようお願いしてございます。漏れのなきようご協力をお願いいたします。 また、寄付行為の専任条項、専任区分という列につきましては、寄付行為の変更により、役員等の定数を変更する場合、2列に分けて、新と旧で記載をいただくようにお願いしてございますが、今回の法改正に伴う本申請に関しては、その記載は不要となります。 かの代わりでございますけれども、もっとな、もも異なる点としましては、左側に記載をする理事の数ですとか、漢字の数というところが、あの、現行と異なります。こちらに記載するものは、現行の寄付行為上の定数と原因。それとですね、令和7年度定時評議委員会後の理事の定数。 および就任予定の数を記入していただくようにしております。また合わせまして、1000人区分ごとの定数と原因実数ですとか、就任予定というものも記載いただくようにお願いをしてございます。 少々重複になりますけれども、右側の役員等の、役員の氏名等につきましては、申請時点に就任している役員について記載をいただくものになってございますので、こちらに定数、令和7年度定時評議委員会後の定数ですとか、就任予定の数は書いていただくことになりますけれども、右側に令和7年度定時評議委員会後の役員等の情報というものは、記載する必要はございません。 合わせて、協議員の方でございますけれども、今ほど役員の氏名等でご説明したことと同様でございます。従来とは異なる記載の方法となりますことにご留意をお願いいたします。また、会計監査人の選任予定等に関しましても記載は不要となります。 続いて、え括弧コ4でございますけれども、寄付行為所定の手続きを経たことを証する書類についてのご説明をいたします。こちらの書類については、従来のとおり変更はございませんけれども、よくあるご質問ですとか、留意点について、3点ほどお伝えをさせていただければと思います。 えー、よくあの、当該議事の際に使用した資料というものの添付漏れが目立ってございます。必ず添付をしていただくようお願いいたします。また、理事会と評議委員会の資料が同一の場合、例えば右上にですね、同一であることがわかるように記載をいただくなど、工夫をしていただきますようお願いいたします。また、えー、現行寄付行為において、寄付行為の変更が 評議委員会の諮問事項である場合でございますけれども、評議委員会に諮問した後に理事会で決議をする必要がございますので、その開催順序、議決の順序につきましては、保留意をいただくようお願いいたします。評議委員会の議決事項となっている場合、その順序については問いません。 もうつつでですす。ね、議事録にいいてでございますえ原本と同様に、議事録・署名人の欄に署名もしくは記名を押印されたものの写しをご提出いただくか、原本と相違がない旨、理事長名で押印は不要ですので、証明いただいたものの写しを添付していただくようお願いいたします。 最後、括弧5、括弧6、括弧7でございますけれども、こちらの書類については従来のとおりでございます。え続いて5番、寄付行為作成例対応表についてご説明します。この対応表は、改正私立学校法に基づく寄付行為変更認可の申請の場合に限りご提出をいただくものです。 本対応表の位置づけですが、申請書とは別に提出いただく参考資料でございまして、寄付行為作成例とどの程度異なっているかを確認するためのものになっております。あくまで文部科学省において認可に向けた作業量等を把握するために用いる資料でございますため、そのことについてご承知おきをいただければと思います。対応表の 具体的な作成方法については、具体的に対応表を見ながらご説明をさせていただきます。寄付行為作成例対応表には大きく2つのパートに分かれております。1つ目は寄付行為作成例との差異に関するパートと、2つ目は学校法人が独自に規定する上の2つのパートになっております。 まず、寄付行為作成例との差異に関するパート5行目以降のお話をさせていただきます。こちらは、寄付行為作成例、左側の A 列に表示をしておりますけれども、この内容、特にですね、必須の項目について、学校法人の変更後、寄付行為に適切に反映をされているかの確認に資するものになっております。 実際に入力をしてみたいと思います。まず C 列の改正後ありなしという列につきましては、必須の場合、ありしか選択できない表示になっております。必須ではない場合でございますけれども、こちら、ありかなしかを選択いただくことになっております。 例えば、えー、ありとどう選択した場合、右側の列で必要な入力、入力が必要となるセルについては、黄色になっておりまして、黄色のセルについて必ずご入力をいただくこととなります。D 列、E 列の作成例との差異についてのご説明をさせていただきます。 こちらはえ同じ文言変更であるか、内容変更であるかを選択していただくことになります。 先ほども申し上げましたが、本対応表自体が参考資料でありまして、文部科学省において、まあ、認可の作業量の把握のための,あの資料でございますので、どっちに選択したかということに関して、文部科学省から学校法人に対して修正を求めるということはございませんので、学校法人の判断に基本的にはお任せするものとなっております。 そういった前提のもと、具体的にどのように振り分けをすればよいかという点についてご説明をさせていただきます、えー。別紙で文言変更と内容変更の違いの具体例についてという資料がございますので、そちらを表示をさせていただいております。えー、基本的な考え方は、こちらの上部に記載のある整理になってございます。 え同じ文言変更というものについては、えー、〇〇ですとか、固有名詞、数字、割合等を、まあ、あの、部分的に入れ替えたり、変更をしたり、追記をしたりするというものですとか、まあ、表現や言い回しの変更、順序の入れ替え、私立学校法等に規定されている内容と同様の内容を規定する場合に限った、まあ、の削除ですとか、項の追加、 またその他、寄付行為作成令と内容にそごがないものの変更については、文言変更としておりまして、寄付行為作成令、それ以外のものについて、寄付行為作成令とそごがあるものについて、内容変更とするという、大きな整理になっております。 具体的な例を下にあの記載してございますので、適宜学校法人のご担当者様におかれては、ご確認をいただければと思いますけれども、ま、あの、文言変更か内容変更か、いずれに該当するのかが判断が難しいと思われることかとあの思っております、まあ。ただ、あの、本当に重複になってございますけれども、 先にも申し上げましたとおり、このことについて、文部科学省から修正を求めるということはいたしませんので、学校法人として一定の説明ができる方に振り分けていただきまして、それでもなおこう判断ができないというふうに思われましたら、内容変更に整理をいただければと思っております。 続いて、入力方法に関して、引き続きご説,明ご説明をさせていただきますと、同じ文言変更か内容変更か、いずれかを丸をしていただくというところになっておりますので、例えば、文言変更が丸の場合は、もう一方は×。内容変更が丸の場合は、もう一方は×。というような形で記載をお願いいたします。 例えばでございますけれども、この内容に関しまして、一部が文言変更、一部が内容変更、両方の意味を含むという場合については、内容変更を選択いただければと思っております。内容変更と判断される項目が一つでもある場合は、内容変更に丸を押していただき、 文言変更の方については、×というふうに選択をお願いいたします。え続いて、F 列と G 列の対応条項と寄付行為の改正後、現行というところでございます。えこちらは寄付行為作成例の内容に対応する条項につきまして、え改正後と現行における条と項を記載いただければと思います。 該当する情報がない場合につきましては、バーを入力してください。また、複数の情報が該当する場合については、すべての情報を入力してください。え続いて、H 列、作成例の例番号でございますけれども、例えば、え第7条のところでございますが、え例1から3までございます。えどの作成例、 の例を参考にしていらっしゃるかという観点について、例の1から3というものをプルダウンで選択をいただきたいという趣旨になっております。1つ目の岐付行為作成例との際については以上でございまして、続いて184行目以降の学校法人が独自に規定する上、 のところをご説明させていただきます184行目でございますけれども、寄付行為作成例の内容を全く含まない条がある場合は、こちらに記入をしていただくことになります。 こちらは、こうではなく、条のみの記載になっております。すでに寄付行為に規定されている条のうち、えー、新しい改正法に伴う寄付行為作成例の内容を全く含まない独自の条があるという場合につきましては、その条が今回の申請により、条ずれ以外の内容の変更をする場合については、内容を変更としていただきまして、 内容に変更がないものについては、同じ文言変更の方に丸を押していただくという形になります。また、寄、え、付、ー、法作成例の内容を全く含まない条というものを、今回の申請で新たに追加する場合については、E 列の内容変更を丸とし、D 列の文言変更を×としていただきまして、 次の次列については、現行寄付行為に該当する条がないため、バーとしていただければと思いますで、えー。提出時期の判定でございますけれども、1つ目のパートの内容変更に丸をした数と、独自の条の半数を足した数について、 1>, えー、丸1になる場合は31以上、15から30の場合はえ15未満の場合は丸3と判定をされまして、えー、211行目の G 列のところにですね、自動的に判定がなされるということになっております。でこちらにつきましては、 1>, 1月から2月にかけて、大臣所轄のすべての学校法人の方に対しまして、アンケート調査を実施する予定になっております。そちらの結果に基づきまして、変更をですね、この指標の数字をする可能性というものがあのございます。 先ほども申し上げておりますけれども、学校法人に不利益とならない変更とすることをお約束しつつ、です、ね、その結果につきましては、3月末までにメールや文部科学省ウェブサイトによりお知らせをする予定でございますので、別途あのご依頼しますアンケート調査にご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 6番問い合わせ先についてご説明をします。改正法対応による寄附行為変更認可申請に関するご質問につきましては、現在同様引き続きホームにて受付をしておりますので、ご質問の際はこちらよりご質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。最後に7番よくあるご質問について知らせをいたします。 こちらはご質問がある都度、必要に応じて随時更新をしてまいりたいと思っておりますので、適宜ご確認をいただきますようよろしくお願いいたします。現在、記載をしているものの中で、特にあのよくある質問というものについて、ピックアップをしてご説明できればと思っております。まずでございますけれども、令和8年開設の大学設置等を予定していらっしゃる法人様におかれまして、 令和6年10月に申請ですとか、令和7年3月に申請をするというご予定になっているかと思います。その際に提出する寄付行為については、改正私立学校法に対応していない、つまり申請時までに、改正私立学校法に対応した寄付行為変更の認可ができていない状態の場合はどうするかというご質問。 を賜る可能性を想定してございます。ご回答といたしましては、令和8年度開設の大学等の設置にかかる寄付行為変更認可申請の様式自体はですね、まあ、別途あのお知らせをすることとしておりまして、その際に、現在もあの改正後も同様でございますけれども、提出を求めております現行寄付行為 がございますが、これは申請時における最新版、例えば改正私立学校法に対応していない寄付行為の学校法人もあろうかと思いますので、ありますが、この場合でも最新版をご提出いただければ、それで結構でございます。え審査期間中に現行の寄付行為に変更が生じた場合については、一部変更の手続き等を行っていただくことになりますので、 健康寄付行為変更の認可の後ですね、また私,立私学行政課法人係にご相談をいただき、適切にお手続きをしていただければと思っております。続いてでございますけれども、申請期間に幅を持たせるように、法人内で独自の規定を削除をしまして、 えー、私学を型にはめるような、確実的な寄付行為に誘導することにならないようにしていただきたいと、まあ、つまりあの対応表を作る際にです、ね、寄付行為作成令の内容との差異を問いまして、それにより受付期間が異なってくることから、あの学校法人によっては、えー、寄付行為作成令に近づけなければならないという解釈をしてしまうケースが。 あるののでではないいいかというごご心配の言葉でございます、まあ、これはあの繰り返し申し上げておりますけれども、寄付行為作成例対応表は申請書とは別にご提出していただくこう参考資料というふうになっておりまして、寄付行為作成例とどの程度異なっているかという確認に資するものでございます。 引っ越え作成例との乖離が大きい場合は、認可までの手続きにおいて確認する事項が多くなってしまいますので、どうしてもお時間を要してしまいます。このような対応をとるのは、やはり時間を要してしまい、認可が間に合わないというようなことにならないような運用に、運用を考えて行っているものでございますので、文部科学省といたしましても、 不一的な寄付行為に誘導するという趣旨は、まあ、一切ございません、えー。施行日までの認可にあたっての作業につきまして、ご協力を引き続きいただきたいと思っております。まあ、学校法人におかれましては、申請受付期間を理由にですね、法人内でこう独自の規定を削除ですとか、なさらないようあのよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。 学校法人におかれましては、寄付行為変更認可申請に際して膨大な作業が発生することとなります。迷われることですとか、ご質問に関しましては、引き続きホームより受付をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今後とも寄付行為変更認可申請に際しては、ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。